今回はプログラミング言語である JavaScript で書いた動きをビジュアル言語であるムーンブロックで同じ動きができるかどうかを検証していきたいと思います。実際 JavaScript で書いたソースコード、こんな感じでおみくじゲームをやっていきたいと思います。ソースコードは、こんなような感じですかね。はい。で、動きに関してはこんなような動きをします。おみくじを引くボタンを押してもらうと結果が、大吉、中吉、凶、これをランダムで表示していく、ランダムで表示していくという感じですね。押せば押すだけ、表示、それぞれポイントは大吉、中吉、凶の3つのパターンの表示、あとはランダムの部分ですよね。ランダムでそれぞれ大吉ならば、中吉ならば、凶ならば、それぞれ数字に置き換えて、どうランダムで作っていくか。これを次回動画でムーンブロックを使って同じような動きができるかどうか検証していきたいと思います。ぜひこのチャンネル高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。